奥山清之は、日本の工業デザイナー、カーデザイナー。日本以外では県奥山の名前で活動している。山形県山形市出身。イタリアピニンファリーナ社デザインディレクターを経て2006年9月に、独立。現在、県奥山デザインの CEO。アメリカ合衆国アートセンターカレッジオブ、デザイン学部長、同好客員教授。 中華人民共和国中国中央美術学院客員教授、多摩美術大学客員教授、山形大学工学部客員教授、金沢美術工芸大学客員教授、名古屋芸術大学特別客員教授、東北芸術工科大学大学,大学院客員教授、イタリアピニンファリーナ社モン、山形カロッツエリア研究会代表、グッドデザイン賞専攻副委員長、 ニュートンデザイン代表。2013年4月1日より、ヤンマーホールディングス社外取締役に、2019年7月より、大阪市高速電気機,機動チーフデザインオフィサーに就任。ゼネラルモーターズのチーフデザイナー、ポルシェのシニアデザイナーを務めた後、1995年に、イタリアのデザイン会社ピニンファリーナに、一デザイナーとして入社。1998年に、 日本人初の同社チーフデザイナーに就任し、フェラーリ・エンツォ・フェラーリ、マセラティ・クアトロポルテなどのカーデザインを担当した。特にエンツォ・フェラーリのデザインに関しては、イタリア人以外で初めてフェラーリをデザインした男として話題となった。2004年に同社のデザインディレクターに就任した後、やりたいことをすべてやったからとの理由で2006年にピニファリーナを退社した。 現在は県奥山デザインの CEO を務め、山形に工場と、店舗、東京の青山に、店舗、ロサンゼルスに、事務所を構え、自動車、鉄道車両、農業機械、家具、ロボット、化粧品、メガネ、腕時計、テーマパーク、鉄道駅内装などのデザインも手掛ける。2008年から川崎重工業のデザインチームと組み、新幹線や地下鉄、 海外向ける RT のデザイン監修を行っている。また、地元の伝統技術を活かして、付加価値の高い商品を開発し海外に展開するという概念のもと、自身の出生地である山形での活動に力を入れており、自ら立ち上げた山形工房ブランドを中心に、家具や照明、旧ス等のデザインも手掛けている。また、コード7やコード9、コード57、コード0、 ワンオフカーなどの県国山、デザイン独自のスポーツカーを開発、製造、販売している。そのたた数、ありがとうございます。